人、物、金をテキサスへ CCIM のルークです。今、アメリカでは IT からスポーツまでインドとアメリカがかつてなく接近しています。これはアメリカで存在感を増しているインド系住民、インキョウが2つの国を結び付け Google ググや マイクロソフトなどアメリカ IT 大手のトップにインド系の人物が就任するケースが目立っています経済超大国との蜜月関係は成長を助ける金や技術をインドにもたらしていますインドの国民的スポーツクリケットですが今回の私のサムネイルこの会場は ニューデリーでもムンバイでもなくダース経済圏のグランドプレーリーリです2023年にアメリカでプロリーグメジャーリーグクリケット MLC が発足しましたテキサスはテキサススーパーキングスというチームができたんですね。このの会場には数千人の 観客が集まり満席状態得点で入ると大きな歓声が上がり夜空に花火が舞いましたクリケットの知名度はアメリカンフットボールやバスケットボールには遠く及びませんしかしながらアメリカで影響力を増している陰境の有力者たちが出資してこの度プロリーグが 発足したわけです。アメリカで暮らすインド系住民は、2021年時点で約480万人と言われています。これは20年前の2.5倍です。私も自分の過去のアメブロ、下に肉先を貼っておきますけれども、何度もガラスにインド人が多いという話をしましたけれども、 ダス経済圏にはヒンズー教の寺院であるとかインドの食材店が目につきます隠居コミュニティの人と風の力がスポーツ大国に新たなプロリーグを生み出したというわけですアメリカで隠居が増えたきっかけは1965年の移民法改正です 当時ヘネディ政権が始めた月面探索のアポロ計画の担い手を集める担らいがあったわけですがその後コンピューターが誤作動をするといわれた2000年問題への備えでも大量の技術者が必要となりインド人材が重宝かられました。その中で、当格を表した人々が、Google、や、 マイクロソフトといった IT 大手のトップにまで上り詰めたということです2010年代半ばからアメリカ経済を経営し始めたと言えます今年6月下旬にはインドのモディ首相が国賓として訪米しましたその際にバイデンと 経済だけででなく先端技術や防衛分野での協力を表明しましまた戦闘機エンジンのインド生産を見据えたジェネラル・エレクトリクス GE とインドの国営企業による技術移転の基本合意を歓迎しバイデン大統領は世界で最も重要な協力関係の一つ と持ち上げていましたアメリカインド両国にはそれぞれ主役があります先端技術や軍事で中国と覇権を争っているアメリカは成長著しいアジアの人口大国を自分の陣営に取り組みたいという考えですまたインドも中国に対する 牽制や武器調達先の多様化ということを黙論んでいます。アメリカとインドの貿易額は二千二十二年に初めて一千九百億ドルを超えました。これは過去十年で倍増したことになります。アメリカのアップルであるとか、テキサスに本社を置く EV のテスラ。 インドもうインドでの投資計画を掲げており今後数年で経済関係の規模と密度はさらに増すことでしょう今こそインドといったインドモーメントに乗り遅れるなという空気があるとアメリカのドートマス大学のビジャイ・ゴビンダージャン教授は言っています。 日本からは伺い知れませんが、隠境を触媒に接近する2つの大国の熱量は確実に増大しています。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。